A モダンコピーオブザ・タブラ・ロジェリアナ。シチリア・オール・ジェイロ2世のために、イドリー・スイーによって1154年に描かれた。上が南を示すタブラ・ロジェリアナの現代の写本。逆さまに表示、タブラ・ロジェリアナは、中世イスラームの地理学者イドリー・スイーによって1154年に作成された世界地図である。正式名称は、ザ・ニューザット・アル・ムースタック・ファイ。 クティアックある AFQ。イドリースイはノルマンオールチェーロ2世の宮廷で、欧米により、1138年頃から15年間写本の彩色と注釈の仕事に従事してきた。その本はアラビア語で書かれ、7つの気候帯に分けられ、各部はさらに10に分割され、合計70区画から構成されている。地図はユーラシア大陸全体と北アフリカの一部を含んでいる。 地図は北を底辺としている。作成されて、あと3世紀の間世界で最も正確な地図であったとされる。70の区画に関する地図の説明は、物理的、文化的、政治的、社会経済的な状況を表している。イドリースイーは、地図を作成するために、個人や団体の旅行者に、彼らの世界に関する知見をインタビューし、矛盾は除外し、 信頼できる内容や完全に同意できることだけを編纂した。ルッチェーロ2世は300ポンドの重さの銀星の円盤に地図を刻印したと言われている。イドリースイーによると7つの気候帯は国々と地方、海岸、島々、湾、海、水路や川口と共に示されているとのことである。イドリースイーの業績について SP スコットは以下のコメントをしている。 自撮り水位の編纂作業は科学の歴史に足跡を残した。歴史的に興味深く価値のある情報だけではなく、地球上の多くの地域の記載は未だに権威がある。3世紀の間、地理学者は彼の地図を変更することなく復写してきた。ナイル川の源流の湖の場所や数値は彼の仕事のものと同じで、700年以上後のベーカーやスタンリーが作成したものと大きな違いはない。 著者の技術的才能は、その博学さに劣らない。彼が王家のパトロンのために作った銀製の天地の平面天体図は、直径が6フィート近くあり、重さは450ポンドあり、一方の端には王道と星座が、他方の端には大地と水が描かれ、多様な国々が描かれている、タブラ・ロジェリアナの写本は、現在柔つの写本が残っており、 フランス国立図書館は二つの写本を造しており、そのうちの一つは最も古い1325年に遡る写本である。他の写本は1553年にカイロで作成されたもので、オックスフォード大学のボドリアン図書館に収蔵されている。それは1692年にオックスフォードにもたらされた。最も完全な写本は、 世界地図と七つの気候帯の地図を含みイスタンブールに保管されている。ありがとうございます。